倉敷市立美術館は、岡山県倉敷市中央2丁目にある、倉敷市が運営する美術館である。1960年6月11日春工の旧、倉敷市役所庁舎が市役所の移転に伴い不要になったのを、改修の上で1983年11月に、倉敷市立展示美術館として開館。1987年4月、倉敷市立美術館に改称し、 現在に至る。私立美術館会館に先立つ1980年10月に、倉敷市玉島落島出身の日本画家、池田陽村から自作489点が、市に寄贈され、これが私立美術館のコレクションの基礎となっている。私立美術館の建物となった旧倉敷市役所庁舎は、1958年に倉敷市の都市構想の一環として計画されたのを、 元にして、丹下建造の設計により建設された。1967年2月1日に、倉敷、小島、玉島の三種合併で新倉敷市となった後も、本庁舎として使用されていたが、1980年6月に、新庁舎が完成すると移転。ほどなく、池田洋村から自作を受蔵され、倉敷市小島出身で、倉敷アイビースクエアを手掛けた、建築家。 浦部静太郎の手によって改修されて、開館に至った。私立美術館の建物は、2020年8月に、旧倉式市庁舎として、国の登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。